ったの？関西二人ともなんかすごい。そりゃそうやろ。神のトト書いて神戸なの。そんなの言われなくても分かってる。神戸といえばなんや。まず真っ先に思いつく。神戸牛、ポートピア、六甲山。違う。神戸といえば、あ、そうだ。日本にある全球団の中、その本拠地がこの宝石塚も同様だ。いや、トラ、宝石塚は文字通り。それでも、ごきというわけで、え、今から。ちょっと無茶言わないでくれる。自転車と徒歩で丸一日かかって。ここ、あの自転車は途中でパンクしてもうクタクタで動けない。今日はここでキャンプ。賛成賛成、それがいい。おー、いえ、食いもんは。ここに来る途中にスーパーが。んじゃあ、まあ、ニョロ、どうしたの？ええ、ちょっとね。それは？私がずっと持ち続けてる紙。XX ジェンヌの言葉を聞いて神のトと書いて、私のパパ、その直前に。いいかい、今渡した紙、そこに書いてあるのは、もしパパその数字を使って。大丈夫、お前なら。その時にもらったのが。私には何が何だか、神の扉とは何なの。とにかくパパはどこにいるかわからない。ええ、手がかり。でも私は諦めない。だって諦めなければどんな壁だって必ず乗り越えられる。頑張れ組の歌、この世界が終わって頑張れ組は一緒だよ。懐かしかったぜ、まだあいつが。兄貴、洗脳された。なんだよ。だって何度お礼を言っても。礼なら俺。それに俺は決まってるだろ。みんなのこと。しょうがねえだろ、そんな人。生贄のこと。兄貴はもう弱音を吐いた。まだ歩く気力残ったわ。そんな風に。それに生贄のこと知ってからの兄貴は。そういうことも。も言うたけど、正確には西宮市やけど球団の本拠。そういうことやから。なんでや、ここまで来といて。そんな最近のトラーズ。せやけどトラーズ。あ、確かにしゃあない。希少な種なんですよ。機能障害をおまけに移植家たちによって。そんなわけで昨日は私。あれは食材。次は食材に頼る。あの口の中に体中が拒絶してるよ。豚骨ラーメン以外。あれは僕の人生の毛というか。そういえば洗脳中、生贄の儀式は瀬戸内海の
小豆島って言えばさ、そうそう、ああせまた地震か。あ、地震ね。1990以来世界各島戦、その犠牲者の姉が被害に遭ったのは京都。あの時、いや、私くせく、ニョロがパパからもらったか。そこに書いてあるのは、もしその数ローマ数字だと X はその場合 Y の意味がわからないし、とりあえずこのか何か、あの教団の連想を簡単に、ただ腹立たし、そんなわけないわ、絶対に。神戸まで来たってことは、ほら、前にどうしても知りたい、それを教えてくれそうな人だわ。ちなみに何が知りたいのかは、いるよ。私に諦めない大切さを、どんなピンチが訪れてもパパも、じゃどんな困難にぶち当たっても、そうやってたくさんの研究生、どれも人類のた、私も大きくなったらパパみたいな、リッ、それにしても正直ワイのミスやな、リッ、少な、そこは素直に、いやいや、このリーダーバッジは誰にも渡さへんで。そういえばどうして関西、それは兄やんみたいにな、兄やん、関西が所属して、大阪出身のお兄さん、東京出身の関西が無理やり、中古、そこまで言わんでもいいじゃない。別に中古はなんでその人、私そのチームの練習とか、どうして、バニラ知って、中古はね、それで関西のね、そうです。とにかくニーヤンはな、誰かのミスを責めたりなんて絶対にせえへんか、まさに。せやけどある時、最後の兄やん、だから今日のは、なのにあいつらなあ、お前せやったらそんな、え、ええか、真のリーダーにな、たとえどんなことが、それがほんまもんのり、ほんまのこれ、これってなあ、こいつが似合う男になったら大丈夫や、お前やったら立派なリーダーになれる、わいはそう信じとる。せやからワイはこのバッジがニヤ、せやないとニヤに、なるほどな、少しだけ関す、なんだか深刻そう、いや、なんや、ねえもふふふ、それじゃあニョロ今夜、そうね、うんうん、もう、たっつんてば、じゃあ、今日はみんなだってだらし
で、バニラちゃんとは、みんなにはバニラ。最初はね、バニラの言ってることをただみんなと一緒に。でもね、それだけじゃ足り、なんだかみんな仲間外れされてるみたい。それがすごく。バニラはちゃんとここにいなのそばに。みんなと一緒だから。バニラ。ポチ、ありがとうポチ。それからバニラの話聞いてくれ。バニラだけどこれ以上ね、みんな。それじゃあさよなら。バニラ、どうしてバニラの名を。ねえ、黙っ、もしかして冗談だとしたら最低やな。言っていい冗談とは。バニラがこんなところに。ええ、そうね。だってバニラは2年前に死んだんだから。さてと、ゆう、ポチ、バイ、レイチョ、君たち三人、間違いないよ。まあ待て、兄貴。はあ、か。一体いつから見、去年の、バニラが亡くなって、その時からずっと。ただ、レイチョが転校し、だから、レイ、それって、バニラさん、多分。足はついてたけど。で、その幽霊、鹿児島からじゃないよ。修学旅行のバス。普通に学校にも来る。なんで今まで黙ってたんや。だって言っても実際に今も信じてない、うん、正直僕は、仮にポチたちの言ってることが、みんなを連れて。ポチとレイチョは、もしかしたらX、 空にね、ここにもある。でも見えるのは、要するにその、いや、ほな、どういう共通してるのは、え、そこに何か。いい加減にしろ。バニラの幽霊が見える、そんなもんデタラメに決まっ。幽霊なんて、もしそんなもんがいるなら押して。兄貴のやつ、確かにこっち。ん、今飛んでいった髪切り、よしと。いったー。どうしたの、チューコ。大丈夫。もしかして。そうよ。くっ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 、ご中子がネズミに噛まれるって。むっか、なんなのよ。冗談や冗談、何を。痛い気で可憐な一人の少女が慰めの言葉の一つくらいかけたら。なあ、そこの痛い気な少女よ、指先怪我して痛い気。最低。いやだ、ニーヤンになんて一瞬。言わせ、言ったわね。まあまあ、かん、け。ところで中古さん、俺だろ、兄貴。このビラを取ろうと。
何なんだ。このビラを見た方は京都に来れば。おい、やっぱり人類は滅亡なんだ。あの愛媛の教団以外にも生きてる人も。これがいつ書かれた。そうだな、確かにそうかもしれないけど、京都に行けば。ま、いずれにせよ京都に来れば。確かめるには。ちょー待て、次の目的地は大阪って決まっとんのや。はぁ、誰。わいや、リーダー。京都に行けば人間に会えるかも。仮に会えたとしても愛媛。そうだよ、これは思わせぶりなビラを撒いて。ってことはモーちゃんも。うん、僕は絶対たこ焼き、串カツ、お好み焼きにうどん、豚まん、てっち、食い倒れるまで食べ尽くすんだ。私も関西大阪に行けば。え、バニラね。まあ、よくわからないけど。ほんならますます断然重要度が増し。ならば私もパイやポチが嘘をつ。幽霊なんてものが実。そうだ、悪いけど一人の科学者の娘と。じゃあニョロは。そっちの方が何か得ら。だったら僕と同じだね。一度行ってみたかったんだよね。そこは劇場版のシビレンジャーが。俺も京都に一票だ。確かに。だが大阪に行けば。だからニョロと同じで。私たちの秘密は何だろう。ええ、あそこの秘密は何だろう。知らないんだよ。何だろう。ユキ、そりゃあ勝手に決めないでよ、うんこやろ。誰がうんこや。もう私はレイチョさんと。ということはコチがどっちを選ぼうと。おいレイチョ、あんたは。結局お前。俺たち4人は京都。残念だけど。ちょっと待ってくだ。喧嘩したりもする。この世界が終わっても。バニラ、みんなには聞こえなかったかもしれないけど、これがだから。大分と福岡、あの宗教施設、同じ過ちを繰り。よーし、みんなで一緒に頑張れ組。バニラ、それどころか。はあ、ユキちゃん。あ、そうか。くにゃねえね。いやー、それにしても。はあ、今
京都に行けば。そしたら何か優位だが、関西のせいでその、おー待て、ワイだけのせいちゃうやろ。ジェンヌもパイもモーちゃんも。ああ、そうやって人、いや、ええからこれからもお前そうしてついてきた。結なんでワイが責任ちょ、なんやだ。この際だから言わせてもらう。喧嘩の火種をまいてきたのもあんたの無責任な言、もううんざりなのよ。ちゅうこさん、それいいからあんたは黙って。ふん、このリーダーであるこのワイに従う除名や。そんな、さすがに応募って、うるさい、このワイが決めたんや。上等じゃない、あんたの顔なんて。もう、おい、どうしたん？すごい熱だ。そういえば中古、もしかしてそのせいだとしたら、抗生物質を投与しな。ちょっと関西、ねえ、一体ど決まっとるやろ。なるほど。何やねん。別に、ただなんか関西、ええから行くぞ。確かあっちの方に、いや、ピエラララー、お久しぶりに。あん、あ、お前ここで会ったら30仕返し、あのパイってメス豚が。あの時のこと。というわけで連帯、君たち全員を今ギッタギタって。うるさい。でもええけど、あのゆう、お前みたいなちんまい、ちんまい、じっこいって、ほっほー、よかろう。どうやらあいつ、レイチョ、そこにあるでっかいたこ、おい、ニュロ、レイチョ、大丈夫？これが大丈夫そうに見える。関西君、ここに仲間たちを連れてきて。そうしたら、きっと君なら、僕そう思ったから。何しろこの中、ふざけんな。ああ、そうとも、僕普段は虚勢を張って、ほら弱い、ああ、犬っていうより、大丈夫だよ、なんだって君を責め、さあ、分かったら、さあ、真のリーダーになるには、たとえどんなことがあっても全力、それがほんまもんのリーダー。確かに、ワイは臆病者の逆立ちしとって。いや、うん、分かってくれ。せやけど、リーダーになるのは仲間のこと、絶対に諦められへんのや。お前が持っとるそのたこ焼きを、家から早く、そい、うらえ、ありがとう関西。どうやら関西も
か。覚醒？秘められた能力が使え。ああ、こちらだ。ああ、感度良好。よかった、突然いなく。中古の具合はどうや。今のところ小康状態って感じかな。ジェンヌが看病してるからすぐに埋める。他のみんなは。これから抗生物質を探しに行くところ。同じくや。わかった、それじゃあ僕らも。ああ、確か薬局は。ああ、わかったわ。とにかく。なあニョロ、愛媛の州名前は確か。ええ。なんでや。さっきピエロピ、ほんと腹立つわ。関西、あの銀色の玉、バットで撃てない。銀色の玉、あんま気が進まへんけど。ぶつかったらただじゃす。銀玉の動きをよく見て。ああ、やるわね。おおきに。私たちのこと。海底遊園地で行われたテスト、うん、どう。そもそも私たちにデスゲームをさせた。ああ、そういやパイが言うてたな。ってことはあん時もしもそうだとすると、うん、まあ考えても今はとにかくこ。ああ、せやな。とにかくワイのバット。通学路で手品グッズ。例えが分かりにくいんじゃ。で、今度はもしかして道頓堀に。ちゃう。じゃあ何なのよ。そんなもん、今の前ら三人はぐっちゃぐちゃのねっちゃねちゃ。そんなの聞かな、わからん。ていうか今ぐっ。うるさーい。いや、水着なんだ。クーネルおじさんはさ。ふん、わかった。できればさ。何あれ？ジョーリー！こないなヘナチョコボールに押さ。ここはワイに任しとき。ええ、頼んだわよ。
頑張れ。よっしゃ、行くぜ。さて、大丈夫や。ちょっと飲む。ねえ、お？
もしや。もちろん関西にも本当にありがとう。さっきはひどいこと言っちゃって。ええねん、謝らなあかんのは。ほんま、すまんかった。じゃあ、除名。もちろん取り消。いや、そもそもそんな何もかもわいのわがままのせいで、ほんま、悪い。みんな、そんなことだって、それが、え、そういうところも全部、いや、そういうわけ、これ以上ワイがこのちゅうわけで、このバッジ受けた。え、それってベイチョさんに。あ、今のワイはこいつをつけるにはまだ、せやけどな、別にこれから一生懸命頑張ってみんなから本当の意味で、せやからその時まで、ありがとうな。今この瞬間からみんなのこと、うぅい、なんや、もうリーダーやないさかい。いやいや、よくないだ。そんなこと言ってたら永遠にバレる。ダメに決まってんでしょ。Thank you.
ちょっと、ちょうどよかった。実は私一度気づいたら、だから、関西さんの。ちょっと待って、太くて待てって、あのバットは、ほらどこか、とても不思議です。四次元的なものですか、一体全体どういう、マジシャンは手品の種を絶対、ああ、なる、どういう理屈よ、兵長、私、バニラ、大阪に用事がある、こんな誰もいない場所、バニラが何をか考えてみれば、頭のどこかでバニラがいなくなっちゃった、ピエロピ、あいつ何者なん、確かデスゲームの時でも、そのデスパイの話だと、あのピエロピも、いえそんな、ただ裏でそれが何者なのかは、街がこんな風になった原因と、もう一度聞くけど、レイチョだ、そっか、その話だけど、合理的に考えて、レイなん、そうそう、死んで、さすがにこの歳になって幽霊を、仮にいたとして私たちには見えないし、触れもしないんだから、信じようがないのよね。でもその理屈で言え、悪魔の証明、レイ女たちは見えたんだよね。ちょっと、た、ん、シビレンジャーでもレイがいる、レイ女たちはきっとまたバニラに会いた、チューコは、僕は思ってるよ。そんな、そうよね。だけど、だから自分を偽って、まあ、僕も。こん、忘れたのか。京都に行けば少なくとも、こっちは完全、だからって、一刻も早くた、なんで、ちょっと母さん、あ、寿司かも、よりにも、さっきの夕飯に出た大学芋、つい、じゃないわよ、レディス、せやから、謝ったって臭いものは臭い、お前もおならくらいするやるが、レディーがするわけないでしょ、中華、そんなきつい言葉遣いする、もうちょっと女らしくせんと、ほんまモテ、うるさいわね、かん、別に私、あ、なん、鼻毛でも出とったか、ほーい、やっぱり中、昼間はあんなけん、もういつもど、私も、大阪に来た、私も大阪行きを指示したから、だが私が大阪行きを選、以前話したか、姉が最後を迎えた場、今でも姉のことを思い出す、普段はみんなのおかげ京都に行ってしまえば、それが辛くて、みんなすま、せっかく大阪までお店はやってないし、かろうじて食べられたの、バニラのことも残念だけど、どこへ行っちゃったの、ミックスジュース、豚まん、それから、え、知らない、オムライスの方食べられないと、よーし、君、東京に帰ったら、そして今度こそ、アイルピーパー、病気のことほーら、闇は大丈夫、超
7つのビタミン、ビタンさんです。飲めば心も。そのリーダーバ、実はミーヤンが真のリーダー。せやけど、よく見てみ。そのバ、頑張れ。単なる偶然。せやけど、ワイは頑張れ組をまとめ、それを今も、レイチョは、てえのを、ほんまし、改めてた。仕方ないさ。バニラが見つ、きっとバニラのことや。なあ、カラカ、僕らは何も。だったら一体と、例なんて存在するわけねえのに、お前らペテン師だ、詐欺師だ。兄貴、昔は私の、俺はもう変わっちまったんだ。バニラを失ったあの夏、あの日から俺の中の全てが。どうしたの？バーベキューなのに。これは前代未聞の由々しき。そんな大げさ。大げさなんかじゃないって。バーベキューといえば焼きマロだし。焼いたマシュマロ。焼きマロのないバーベキューだ。それは別に。というかむしろ、ヒュイ、お兄ちゃん、お前が行けよ。なんでバニラが行く。お前が食べたいんだから。それにお前、年齢のことは関係。そういえば二人って、兄貴が生まれたのは83年。ああ、でも今ムッキー。ねえ誰か。何しろ。ああ、ぼ、もう、も、もう、ああ、だったらもう、みんなのバカ。翌日、夏休みだったが、そこで担任の教師が、残念だが、バニラには、バニラは、俺が殺したんだ。違うよ、それは、兄貴のせいなんかじゃないわ。もし誰かのせいだって言うなら、あいつは物心ついた朝起きてから、もし本当にバニラの霊が存在、バニラのことなのに。ワイカと同じや。バニラを思う気持ちは。私だってそうよ。僕も、バニラのことを考えなかった。みんな同じよ。私たちはみんな。ポチ、バニラ、どんな、どんなってとにかく。旅の間も。そうだね。鹿児島の、実はあのと、だからあのと、それで、お、はあ、ああ、な、なんやねんとす。どうしたの？何よ。犯人さんのこと、あの遊園地で。いきなりすぎて、とにかく聞こうではないか。一体誰なんだ。本当、あのね、驚かないで、あの時の。バニラ、だったの。え